しやるわね。神頼みじゃ効かないか。どうやって頼むの？とんだ神様だ。こっちはいい迷惑だ。千年前の戦争後、オルマズドはアーリマンを幽閉し、アフラに牢獄の番を任せた。で？立ち去った。行き先は知らない。それ以来アフラは授かった力を失い、封印は弱まった。いくらお祈りしてもダメなのか？オルマズドがいればとっくに止めてくれているでしょうね。でも今はいない。台座をどうする気だったんだ？台座と寺院を結ぶエネルギーを破壊するつもりだったのかも。アーリマンを解放するために。なら早いとこ仕留める方法を見つけないとな。もう一つは、
してくれ。